それでは今回は、マネックスアクティビストファンドの運用方針について、投資助言を行う、カタリスト投資顧問の、社長であり、運用の責任者である、平野さんを、呼んで、話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、マネックスアクティビストファンドは、簡単に言うとアクティビストファンドなんですけれども、その運用方針は、我々なりに、一緒に考えて、かなり、しっかりとこう考えられた仕組みを、通常の単なる、エンゲージメントファンドとも違う仕組みを、考えたわけですけれども、この運用方針について、説明してもらえますでしょうか。はい、我々の運用方針には3つの柱があります。もちろん名前にファンドの名前にあるようにアクティビストファンドと銘打っておりますので、エンゲージメントですね。企業経営者に対して、提言をしていき、それを論理的に説明して、市場から見て企業はこうあるべきではないか、もしくはより高い理念で提言をする。それをホリスティックという言葉を我々使っておりますが、単に経営者の方に伝えるだけではなく、場合によっては社外取締役の方であるとか、規制機関であるとか、メディアの方とか、もちろんその大元には皆様個人投資家の方々の力強い後押しがあるわけですけれども、エンゲージメントもしくは、建設的なアクティビズムによって企業の本質的価値を上げていただくと。これ、ホリスティックエンゲージメントって、ホリスティックっていうのは、こう、網羅的なというか、全方向の全部まとめたという、包括的な、そういったエンゲージメントを行う、そういった意味ですね。そうですね。正面突破でこう、ピストルを突きつけるなんていうんじゃなくて、納得のいくような形で、対話をしていくと。で、それをいろんな角度で、接点を持っていくということだと思います。はい。それは一つ目。はい。で、二つ目が、当然、企業のこと、もしくは経済のことを理解しなければいけませんので、ボトムアップリサーチ、これを重視しております。で、ボトムアップリサーチについては、詳しくは別の回でご説明しますので、これ詳細割愛しますが、投資家の方の中にはですね、クォーターの情報しか聞かないというような人がいて、IR や経営陣の方々が嘆いておられるなんて声も聞きますが、我々は中長期的な会社の成功のために、企業のファンダメンタルズと歴史的背景、それから技術などをしっかり理解した上で、運用していきたいと考えています。このボトムアップリサーチは大変重要な、内容なので、回をもう一個、分けて詳しく話をするのですけれども、要は伝統的なしっかりと、企業を、全体の経済とか、業界とか、産業連携とかそういったことも含めて研究をして、その企業の、価値とかそういったものをこう分析していく、そういったことですね、簡単に言うと。はい、その通りだと思います。それが2つ目。で、3つ目が。はい、3つ目は、これはもしかしたら、こういったアクティビスト、もしくはエンゲージメント系のファンドとは違うところかもしれませんが、マーケットインサイトと我々は呼んでますが、市場の中の需給、市場のボラティリティ、そういったものをいかに味方につけるかというところに力を注いでおります。これはこのカタリスト投資顧問、マネックスアクティビストファンドを作り上げていくときの、創業期のいろいろな、ディスカッションの中で、我々も何度も何度も話し合ったことなんですけれども、で、本件について私もすごい強い思いがあって、やっぱりマーケットの中で、投資というものは行われるので、どんなに、企業の、ある意味マネージメントコンサル的な観点から考えて、あるいはインベスメントバンク的に考えて、この企業はこういう価値があるじゃないかとか、というふうに考えても、やっぱり株というものはこう生き物でマーケットの中にいるので、やっぱり買うタイミングだとか、
需給でこうブレるとか、まあ、いろいろなそのマーケットの、なんていうんですかね、インプットっていうものも大きくあるので、それをしっかり把握した上で、運用していこうと、まあ、そういったものをこの3本の柱の一つに、据えていると。はい、ことです。はい、結局ポートフォリオのリスクとリターンの組み合わせ、しかもリスクも、まあ、1次元の座標で測れるものではなくて、まあ、抽象的ですけどもいろんな形をしているわけですね。でそのリスクと期待リターンの関係を最適化するということが運用にとっては常に一番大切なわけですが、まあ、それをポートフォリオの組み合わせおよびタイミング、それを、まあ、こういったファンドでは珍しいと思いますが最適化すべく、まあ、人材も手当てし、そのために、まあ、ディスカッションもしてまいりました。まあ、イメージとしては私の頭の中の整理ではボトムアップリサーチという、株式投資の、まあ、本当の王道の基本となるまずエンジンをしっかり動かして、でそれに対してこうマーケットインサイトというその市場の中でのいろいろな、需給、まあ、噂もあるし、そういったものすべてをしっかりこう、吸収し、この2つをこうボトムアップリサーチとマーケットインサイトの2つをこうフュージョンするというちょっと新しいコンセプトであり、でもともとボトムアップリサーチで、株価が安く放置されているものを見つけてきているので、でこのマーケットインサイトとフュージョンでくっつけたものをアクティビズム、エンゲージメントによってこう実際にこう価値を、具現化していくと、まあ、そういう、イメージの、運用方針であるというふうに、考えているんですけども、そういうことであっていますよね。そうですね。我々の世界でやってしまいがちなこととして、まあ、非常に魅力的な企業があって、例えば提案があって、それがうまくいけば素晴らしいことになりそうなんだが、うまくいかないと潰れてしまうかもしれない。まあ、で、実際提案したけれども空振りに終わって株価は5分の1になっちゃいましたとか、そういったことはやっぱりリスクリターンとして良くないですし、それは株価がその時点では適正な値段ではなかったということになるんだと思うんですね。で、そういった多面的な議論、まあ、もしかしたらこれもホリスティックって言えるかもしれませんけど、そういったディスカッションをしていきたいと思っております。はい、まあ、こういう運用方針でこのマネックスアクティビストファンドは、運用を、してまいります。で、私もまあこの業界長いんですけれども、私が知る限りでもあんまりこういうことを、まあ、実際の運用の中で同じようにこう両側をしっかり考えて、いるファンドって実際にはあるんだと思うんですけれども、いいファンドっていうのはそういうことを実はやってるんだと思うんですけれども、まあ明らかな形でこのボトムアップとリサーチとマーケットインサイトをこう組み合わせたというふうに歌っているファンドはあんまり見たことがなくて、まあ、いずれにしろこういうファンドであり、かつアクティビズムもエンゲージメントも活用するというのは多分大変珍しいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そういう、しかも日本は今これも違う号で話したりしていますけれども、コーポレートガバナンス改革が進んでいて、まあ、千載一遇のチャンス、こうもうちょっとでもう日本の企業が大きく変わっていける、ちょうどいいタイミングの時だと思うので、まあ、そういった中でこの運用方針でしっかりと、投資家の皆様に、大きなリターンを、生むように、ひいてはそれが日本の企業にもプラスになるわけなんですけれども、まあ、そういった形で運用をしていきたいと思います。今日はカタリスト投資顧問の社長の平野さんとお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。